吉宗評判記暴れん坊将軍。巷もお城も気ぜわしい江戸の師走ももう10日老中若年より始めおれきれきの頭の上に今年最後の上様のでっかい雷が落っこちた。今年も政の失態不祥事が相次いで起こった。お前たちはその都度再びかかることのないように善処すると言っておったようだが、その善処とは一体何だ。噂は消えた、人心は収まったと吐いているようだが、世間はそれほど甘くはないぞ。民百姓の堪忍にも限りがあると知れ。いや、この後たとえ彼らが許そうともこの俺が、この吉宗が許さんと知れ。上様がそのように手厳しいこと、あの分では年明け早々にも老中若年寄りの首がすげ替わるかもしれんぞ。ではいよいよ安倍様がどうやらわしに若年寄りの鉢が回ってきたらしい。吉宗の言葉をどの耳で聞いた。こんな不埒な奴もいる。大御番頭安倍門太夫である。大ば、俺が若年寄りになればお前も勘定目付役ぐらいにはなれるぞ。勘定目付役ですか。その次は勘定奉行悪くないですな。そう思うなら差し当たり千両ぐらいの軍資金を集めてみせるんだな。千両ですか。忠相、将兵校の諸生どもが騒いでいるそうだな。はあ、速習や学士が高すぎるとか、もっと新しい学問を教えろ、教師を変えろなどと。おまけに将兵校の騒ぎが口火となり、市中の塾や道場でも同じような騒ぎが次々と。いや、困った風潮でございます。町の者に迷惑を及んでおらんか。はあ、ただいまのところでは。それはよかった。上様、ただいま長崎よりこれが。おう、長崎におる青木昆陽からだ。青木昆陽、芋先生のあだ名の通り、初めて官書作りに成功した町の学者である。吉宗の無二の友であり、今長崎に使わされて蘭学を収めている。あの芋先生、相変わらず芋を作っておるそうだ。ん、何か。かつて京都にて青木と机を同じゅうした男が江戸におる。あたら埋もれさせては惜しい人物ゆえ、おりもあらば会ってやってくれとある。ほう、どこにそんな男が。望まれて芝の結城鉄斎なる者の婿養子になっているそうな。芝野結城。忠相、知っておるのか。はあ、会ったことはございませんが。結城鉄斎、
芝で剣術と儒学の道場を合わせ営んでおりますが、その道場も目下門弟たちと紛争の最中にあります。おお、そんな道場の様子とは上様、これは会うまでもございませんぞ。あれ、一枚やるのにいつまでかかってんすか。後が使えてんですね。やるな、ふざけんな、お前。何やろう、なんだよ、この調子は忘れないで。もう、お母さん、足やりましょう、足。いいよ、やけど、なくたって。わしがやりますって。この寒いのにご苦労な。今日で言えば私立大学の学園闘争、入学金や授業料の値下げ、教授の更迭などを要求する座り込み戦術といったところである。はい、皆さん方、無茶もいい加減にしてくださいよ。こんな吹きさらしの街の中で焚き火なんかして火事が断たんどうすんだよ。何、何だ町人。ご承知の通り、今年は三の鳥までありました。三の鳥のあった年は必ず大きな火事が起きるってよく言うでしょう。そのぐらいのこと分かんねえんですか。何、お、おか、あー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 、許さんぞ。あー、許さねえのはこっちの方だよ。火の始末、不始末を見て回るのが俺たち必死の務めだよ。証人で気になるなら俺たちの親玉、大岡様に出てもらっても構わねえぞ。お前たちじゃ分からねえよ。鉄、え、常、え、しっかり見張ってろ。え、結城先生、鉄田先生、出てきておくんなさいよ。あ、お、あ、カロロジ。これが鉄斎先生。加納のじい様とは似たとはおろか、うり二つ。あなた、どなた。こんなとんだ、どうぞいたしました。どうかお許しくださいませ。お許しくださいます。お許しくださいます。お許しくださいます。弱い者いじめはいかんな。おのれ、ならばおのれが我ら直参の相手になってみるか。お主ら直参か。力さんにもピンカの切りまであるんだな。おざくな、やれ。新さん、巷の裾洗いか。嬉しいね。よせよ、頭。どうした、みんな。しけたつらしてるじゃねえか。若田さん。ほら、陣中見舞いだ。あんた、どうしてここへ。猿を人に、おめえたちの力になってやれって、そう言われてな。大場、自分が師範代を務めている道場にそのような札付きどもを送り込んでどうしようというのだ。桂は諸所方々の塾や道場を渡り歩き、面倒を起こさせてはそれを飯の種にしてきたようなやつばらでして。さあ、そのようなやつをどうして。彼らによって結城道場の騒ぎはますます大きくなる。それがつけ目でござる。そんなに似てたのか。いや、似てるの何のってね、新さん。
金のじいさんって瓜二つですよ。しかしどこにでもあるというような顔ではないんだかな。は？あの干し柿にひげをひっつけたような面。いやーくしん、いかん、風邪かんな。おう、頭、いらっしゃいまし。新さん、ここの主で勘助さんっつんだ。あっしのこの釣り仲間でね。よ、勘さん、すまねえな、熱いの頼むよ。あ、いいよ。ああ、それからよ、うん、牛の町、なんとなく間に合ってっかい。ああ、おかげで大助かりだ。今も出前に行ってもらってんで。そうかよ。なにね、新さん、人手がねえっつもんでね、うん、うちのお町ちょっと声よこしたんですよ。ああ、へい、お前一度すまねえな。へい。どうぞ。そうそう、新さん、行きましょう。もう二度と来てやらないから覚えてらっしゃい。はい、すいません。おい、菅さん、お客さんだぞ。あ、いらっしゃいまし。あの、何を差し上げましょう。うどんを頼む。え、あの、他に何か、お酒もございますか。うどんだけではいかんのかな。いえ、そんな。じゃあ、少々お待ち。お待ちどうさま。おい、亭主、え、これはなんだ、この青いものはなんだ。これはネギです。ネギ、ネギはいいか、ネギは嫌いだ。あ、ネギはダメ。そうですか、それじゃ気がつきませんで。早く、早く下げてくれ。あ、どうもすいませんでした。ただいま。本当にバカにしてるんだから、またなおじさん。お待ち。お兄ちゃん来てたの。おまちゃん、頑張ってるようだな。しんさん、来てたの。おい、おまち。ほら、兄ちゃん来てた。あれ、しんちゃん来てたの。それねえだろ、お前。パリしてたの。なに、なんか文句あるの、兄ちゃん。文句なんかねえよ。おまちゃん、なんかあったのかい。え、部屋にプリプリしてるようだけど。終わり。有機道場の門弟衆ですよ。持ってこい持ってこいってじゃんじゃん運ばせといて、いざお勘定って段になると今取り込み中だから片付くまで待ってろ、こうよ。すまん。え、いや、いや、なんでもない。店主、ここに置くぞ。あの、ただいまネギが入ってないのをすぐに。それにこんな大きいんじゃもうお釣りはございませんので。いやいや、いいんだいいんだ、かまわん。じゃあどなたも。ごめん。あの、もし。なんだあのお侍。なんだか影の薄い人だったけど。ああ、今夜は野宿だぞ、これでは。卒業ながら、あ、私もその辺までご一緒させてもらえませんか。あなたは今しがたうどん屋で。あは、あそこにおられた。あ、民房旗本の三男坊で徳田新之助と申す。ご同様、貧乏侍の結城伊織です。やはり。だからよ、同情主だろうと先生だろうと、そんな能なし野郎は追っ払わなきゃいけねえんだ。この道場の仕組みを変えちまうんだ。俺はお揃いだな。いかにも、我ら4名結城道場門弟を代表してこれにまかりある。私は立ち会い人としてここで。よかろう。それでは師範代の俺が道先生に代わって一応お主らの申し入れを聞こう。一応、大場殿、今さら一応とは何です。申し入れはとっくにしてある。今日はその確たる返答が聞きたい。当道場主結城鉄斎殿の本音を受けたまりたい。何をそわそわしてるんです、見苦しい。落ち着きなさい。いや、そう言うがね、将兵校では
あの林大学の神でさえ祖先どもに寄ってたかってひどい目に遭ったそうじゃ。今にもここへ門弟どもが押しかけてきて、そんなことにでも何でもしたら。そんなことにならないよ、今大場が言ってんのです。はあ、大丈夫かな、あの男。頼りになるかな。あなたや伊織殿よりはね。え？ごめん。おう。どうであった？ご安心ください。不祥大場屋十郎、我が身に変えましても、彼らの暴挙は収めてご覧に入れます。おう、そうか。こんなことなら、無理にもあの時私の思い通りにしとけばよかった。あなたもそう思うでしょ？あの時とは？婿を決める時です。私はこの大場殿と思ってたのです。それはあなた、あんな伊織のような男を。お母様、もうよろしいではありませんか。よくありません。あなたもあなたです。入ります。どうだ、話はまとまったか。あ、これよりその結果を、とりあえず口頭をもって申し上げる。うん。先生、聞いてやってください。先頃よりの我らの要求は、これを白紙に戻す。何？ことはできない。おちょくるな。が、諸藩の事情、とりわけ由比家の実情を考え、ある程度譲歩してもよろしい。ただし、それには条件がある。そう来るだろうと思った。で、その条件は一つ。結城道場の当主鉄斎殿は速やかに隠居されること。言われんでも隠居しようと思うとるところじゃ。二つ。結城伊織殿は家長並びに道場主たるの器にあらざるをもって、これまた速やかに離縁なさるべきこと。ん？いや、それは。三つ。施行してその後任として、我らは大場弥十郎殿を推挙するものであるが、これを承諾されること。な、何を言う。私が後藤家の養子などと、そんなことを。それは困る、困る。結城道場門弟一同の総意でござる。向こう5日の間にこれに対するご返答を受けたまりたい。以上。何を言うかと思えば、どうも飛んだことを。誰かに知恵をつけられたのでしょう。あ、へえ、あのお侍さんが離れにいるの。そうなんだよ。いくら新さんに頼まれたってね、この忙しい時に断りゃいいんだよ。いつまでもブツブツ言ってることねえじゃねえか。お前、たった一晩だけのことだろ。分かりゃしないよ、一晩だか幾晩だか。関取だってね、たった一晩って言いながらずっと言い続けちまったじゃないか。うわ、ひでえとばっちり。お目に言いとれたよ。ちょっと言い過ぎるよ、お前。俺、ただ飯食ってねえぜ。ただ飯食ってねえって、働いてるもんな、そういえばな。何が働いてるんだよ。ちょびっと働いて、うんと食って。ねえねえ、お姉ちゃん、あのお侍さんってどういう人？学問は教頭に誓うや。やっとの方だって、お前、ほら、なんとか流の免許改伝っつんだよ。お前、相当なもんだろ。大したものね。あてになるもんか。おさい。だって、だったらどうしてあんなふぬけみたいになっちまったんだよ。おかみさん、それはですね、さっきも言ってたように、養子だからですよ。家付き、籠付き、それはいいんですけどね。ジジイババア付きってな、これがいけねえんで。おて、おまけにかみさんがしっかりもんできてるから、どっちを向いても頭上がんねえ。それでもだん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 縮こまっちまってね、あんな具合になっちまったんすよ。関取よ、おめえ見てきたようなこと言うんじゃないの。当たらずといえども遠からずよ。そこへ持ってきてめえ、道場じゃ門弟ともが騒いでだろ。お前、そりゃ家帰ったって面白くねえやな。家出したくもなるじゃねえか。お前、ねえ、お前さん、どことになっちまうんだよ。だからさ、とにかく明日な、様子をずっと見てさ、新さんがなんかあの向こうの家を送ってくって言ってたよ。え、新さんが？いわり、わしはもう近々隠居を届け出て、あとはお前に任そうと思っていたんだ。まあ今度のことはこれはいいとしてじゃ。よくありません。そう、よくはありません。ありませんが、まあいいではないか。よくないと申してます。そう、そうじゃな。差し出がましいようですが。何でしょう。先ほども申した通り、私が初めて出会った折の伊織殿はただならぬ天に見受けられました。あるいは死に場所を探しておられたのかもしれません。徳田さん、
そんな。ご当家にとってもせっかくのご養子にもしものことがあれば世間への聞こえもいかがかと心得ますが。そうそう、あんたいいことを言ってくれる。いや、実はわしもな。あなたは黙ってらっしゃい。はい、全ては志乃に任せておけばよいのです。さあ、間もなく志乃も参りましょう。私どもはこれで。あなた。はい。なるほど、あれではあんたもやりにくいわけだ。いや、あんなのはまだ序の口で。死の、これは。死を覚悟なら武士らしくご生涯遊ばしませ。死のもお供いたします。死の、おなぎ。あなた様にはご迷惑ついでに解釈を願いいたしとうございます。まさか本心とは思えんが。いえ、本心にございます。ならば断る。もはや語るも飼いなしとみた。行こう。お待ちくださいませ。あれは師範代の大林十郎、大御番の与力です。大御番与力。大林十郎は大御番組頭安倍門太夫の腹心で、このところしげしげと安倍の屋敷に出入りしている模様にございます。なお安倍門太夫は公私にわたりとかくよからぬ噂がはびこっております。よし、この後とも両目から目を離すな。はい、はい、だけど新さん、どうしてあの人のことあそこまで。行こうと思ったらとことん。そこが新さんのいいとこだわ。お前ちゃんは新さんのことなら何だっていいんだからね。そんな。だけどあの人が男で本当によかったよ。どうして。もし女だったらお前ちゃんの気持ちが大変だってこと。なあ、やね、お姉ちゃんったら。そうか、焼き餅か。その手があったな。まあ、それ本当ですか。志乃、聞きましたか。大庭殿が大層なご出世だそうですよ。いやいや、たかが勘定目付役ぐらいで出世などと、そんな。あの、ごめんくださいまし。なんだ貴様、案内もなく無礼な。ご門弟の方々に案内していただこうと思ったんですが、勝手に行けとこう申されましたもんで。だと申して、奥までのこのこ上がってくるやつがあるか。それ認めやす。そや、さかうち、あかんのと違うって言いましたやろ。お前たち何者だ。うち、今日は祇園の君ゆういうもんだすね。芝の箱屋の美濃吉と申します。うちら、いい半画卿に追いやした時分、きつきつお世話になってたんどっせ。いい半とは誰だ。こちらのお婿藩になっといやす伊織藩のことどすけど。何、まあ、また揉める。今日の芸者連れが何しにやってきた。お宅、一体どなた藩どすねん。さっきから偉そうな顔しはって、いちいち差し出と言いやすけど、いい藩の後釜にでもお決まりやしたんですか。無礼。大庭殿、この人の言う通り、これは伊織なり結城家に関わること、あなたにはお下がりいただきます。しかしですな。お下がりください。あなた、お言葉の様子では伊織が家を出たことをご存知のようですね。風の頼りでそう聞いたもんだ。さかいこないして出てきたんだす。どんなおつもりで。どんなって、うちらつまり伊藩とうちは嫌で別れたのやおへん。秋も明かれもせん中としたけど、あの人がこちらのご養子とお決まりやしたさかい、あの
人のご出世のためやと。この度伊織の旦那には何かまずいことがあったとお聞きしましたもんで、こちらさんでいらないのならこっちがいただこうとこう思いましてね。その前に後々この文句のこのつけられないように一つですな。いや奥方や皆さん方にはこのきつきつ一つお断りしておこうと思いましたさかい、まあまかり出たわけでございます。ああなるほど、それはご丁寧に。あなた伊織がどこにいるのかお分かりですの？それはもう、どこにおいやそうと女の一年できっと探し出して。そうですな、女というものは壊りたいもんですよ。それに引き換えどうだろうね、やきもち一つ焼かねえんだからダメだよ。これはもう美濃さん、お待ち、もういいんだよ。あっしはしびれちゃった。こんなな、血の通ってるか通ってないようなわかんねえ、飲めみてえな女と、お前芝居したってこっちの方がたまらねえよ。あなたはその代わり言ってきますよ、この恵の辰五郎が預かってる伊織の旦那ね、後で返してくるっつっても絶対に返しませんからね。わかりましたね。お待ち、キツキツ足がしびれた、行こう。あよあばよあらよっと。まあ志乃、こうなればいよいよその他にも少年を決めてもらわねばなりませんよ。はい、それは当からはっきりしております。ほう、どのように？志乃は結城伊織の妻にございます。え、大庭殿は勘定目付役に？本当ですか？本当だとも。大庫番頭の阿部様が年明け早々にも若年寄りになるだろうってんだ。おばさんはつまりそのおこぼれに預かれるってわけよ。そこでよ、お前たちにも耳寄りの話を聞かせてやるからずーっと寄りな。どうぞごゆるりと。若年寄り阿部門太夫様特別のおぼしめしをもって結城道場からざっと30名をよりすぐって若年寄り支配下の役職に信任と用をくださることになった。ついてはご挨拶料として一人当たり50両ぐらい今年のうちに出せと言ったのか。まずいぞそりゃ。そこに抜かりはございません。出せとは言わんが出した方が良いのではないか。ただしこれは俺の意見、そう坂田に言わせてござる。一人頭50両、30人で1500両、悪く見積もっても1000両は入るな。それに私が首尾よく道場を手に入れました暁にはそちらの方からもまた当てにしておるぞ。新さん。あ、頭。うん、ちょいと出かけてるんだけどね。来てるんだよ。誰が？ほら、結城道場の白さんっていう奥方。何？手を挙げてください。あなたに物を頼まれる言われはないんです。そのお怒りはごもっともでございますが、夫の身の上につきまして、曲げてもお願い申し上げたいことがございます。おう、これは意外なことを聞く。あなたが伊織殿の身を思っておられるとは。思っております。愛しております。あなた様には私の両親を何とご覧になりましたでしょう。私の口からは何ですが、父哲哉は若い頃文武両道共に優れた人でございました。それが結城家の入り婿となり、身分や地位が定まるにつれて、おいおいにかつての気力は失われ、ついにはあのように、私は夫にあのようになってほしくはないのでございます。私は
夫婦としての父と母とを見てまいりました。二人は夫婦として本当に幸せを一度でも味わえたでしょうか。私たちはそんな夫、そんな妻になりとはございません。徳田様、女は、妻は頼む夫こそ強くあれかしと願うものではございませんでしょうか。ではあなたのこれまでの彼への仕打ちはひたすら彼を強くせんがため、いや愛するがためだと。はい、つろうございました。気迫だ。徳田さん、やればできるではないか。伊織殿、その気迫、その闘志を今までなぜどこに隠しておったのだ。なぜだ。妻を恐れてか、姑に怯えてか。いや、そんなお主ではない。そう見えたはお主の偽装だ。いえ、伊織、何故そうまでして自分を偽らねばならんのだ。はじめは偽りだった、方便のつもりだったんです。徳田さん、あなたは芋侍とか芋先生とか言われた青木昆陽という人物をご存知ないだろう。類稀な学才を持って、しかも誇らず、農民たちと手を携えてしっかと大地を踏みしめたような彼の生き様、私もそうありたいと思ったんです。かつて青木さんが寺子屋に百姓町人を集めたように、私も結城道場の門戸を開いて庶民を迎え入れようとしました。それで力乏しい私には母をはじめとする結城一族や門弟たちのしたたかな抵抗の壁は破れなかった。だがその時はまだ私は諦めてはいなかった。いつかは必ず、それまではそれと悟られずにバカになっていなければと偽りの暮らしを始めたんです。そうこうするうちに道場は案内しますとなり、それに乗じて師範代大林十郎が何やら画策しているなと知ったとき、どうしました。何も。妻にさえ愛想を尽かされた己一人に何ができるものか、どうともなれと、ずるずると。そうです、あの時あなたに会えなかったら、私はそのままずるずると乱打の淵に沈み、それこそ再びは立てない男になり果てていたことでしょう。何？では今は、今は再び立つと。そうだな、伊織殿。徳田さん、あなたのおかげです。よかった。志乃さんもこの時をどれほど待っていたことか。志乃が？妻にも愛想を尽かされたとお主は言ったが、そうではない。俺はさっき志乃さんから聞かされた。伊織殿、この幾とせつらかったのはお主だけではない。志乃さんにとってもつらい日々だったのだ。徳田さん、
それは志乃さんの口から聞くがいい。さあ行ってやれ。さあこの間の返答が聞きたい。おば殿を跡目にするのか死なるのかどっちだ。ほら結城伊織を放り出すんだ。ほら、まあ、まあまあお待ちなさい。ちょっと待ってくれ。おば、なんとかならぬか。老先生、こうなったらもうどうしようもありませんな。あしからず。そんなことは言わないで。おば、なんとか してよ。さあ、こうなさん。何を持たせることがある。今日は先に。おば。さあ、これからお待ちなさい。その手をお話しなさい。もうおやめなさい。決裁が隠居し、夫伊織が不在の間は私が当道場の主、勝手な振る舞いは許しません。何？ではあなたに我らが教えられるというのか？望みとあれば。面白い。おいみんな、教えてもらおうではないか。待て。その前にまず大庭殿と立ち会ってもらおうではないか。それで大庭殿か篠殿かを決する。それでどうだ。ああよし、よかろう。いざ大庭殿。いやどうも、成り行きとは申せ、とんだことに。見えすいた言い訳はおよしなさい。何と言われる。あなたの作法を知らない私だとお思いですか。何大庭、そうと知れた方がかえって拉致が早いではないか。後の面倒は俺が見る。存分にやるがよい。篠殿、聞いての通りだ。容赦なく参るぞ。相手になかなか勇ましいことだな。どれ、こやつの叩き出せ。あ、待て。お待ち。つまらない奴に踊らされてどうするんだ。伊織殿、この連中は俺が引き受けた。いざ。大庭弥十郎。くそ、一度追ってろ。大庭、俺が許す。手に余れば切り捨てい。問題よ、威勢がいいな。あの俺は安倍問題よ。見事この俺が切れるか。軍に過ぎたり要職にありながら、その上の地位を狙わんとの観策、すでに事破れたりと知れ。その方、恥を知るならばこの場にて腹を切れ。大庭、こいつ上様の名を語る偽者、皆殺しにせい。半蔵、おそろ、門弟どもを切るではないぞ。ほ、志野、下がっておれ。はい。やれ、切れ切れ。貴様ら、引くのだ。大庭の格策に上ずるではない。言うな。一度雪道場粛清のためだ。行け。Yeah!
何とぞお許しを。大御番頭を辞め明日にも隠居を願い入れますれば、何とぞ格別のお助けをもってご情報通り金子のお下げ私はお願い申し上げます。何とぞ何とぞ。どうじゃ問題よ。明朝かぶり物や籠は用いず坊主頭を振り立てて町から城へお金欲しやとやってくれるか。えい、見るも目の汚い。半蔵殿引っ立て。お、いおり、やがて青木も長崎から戻ってこよう。ともども世のためになってくれよ。志乃、幸せをつかめよ。本当の夫婦の幸せをな。まだか。ほ、どこへ参られたのじゃ、おその。さあ、プレもギリギリに押し詰まって、今日はもう26日ではないか。それじゃというのに、もう知らん。わしはもう知らんぞ。加納のじい様ご存じないか。暮れの26日は江戸の決まりの餅つきだ。暴れん坊将軍がお城でじっとしているもの。ほら、あの声で杵の音。我らの新さん餅つけば800野鳥に春が来る。誰はしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は。あれどうだ。あいだ。あら銭持っとる。あら持っとる。年寄り流したあたじか。え？いけそうじゃねえか兄貴。入れっぷしも大したことなさそうだしよ。貧乏旗本の冷や飯食いってとこじゃねえか。何や、俺の兄弟分って。兄弟？新さん、こんなると知り合いなんですか？うん。許しておくんなさいよ。お、あんたの相棒が。次回、俺は天下の花つまみ。
どうぞご期待ください。